先ほどありがとうございます。あ、高校生の方ですね。ですが自分の中で本気で学校に行く意味が分かりません。もう少し挑戦した方がいいんでしょうか。はい、このことを人に言ってる時点で行くべきだとおっしゃると思いますが、この考えは甘いのでしょうか。高校必要だなって思った時に、高校に戻れる年齢と戻ると相当難しい年齢ってあるんですよ。中卒で40歳で高卒になった方が給料高いわって気づいて、40代で高校に戻るってめちゃくちゃきついんですよ。20代前半とかであれば高校に行っても多少 2,3 歳の差なんでまだ許してもらえるんですよ。なので高校卒業の資格は得といた方がいいですよ。後から手に入れようとするとすごく難しいので。大卒も一緒です。高卒と大卒で年収6000万円ぐらい差があって、中卒と高卒で年収4000万ぐらい差があるのかな。要は高校一得だけで6000万円ぐらい得するんですよ、平均。そう考えると、1年2000万円もらえると考えると、割と高校って2000万円もらえるんだったら行ってもよくねってなりません？高校通うのがだいたい250日ぐらいだと思うんですけど、そうすると1日7万円ぐらいもらえる計算なんで、高校行くだけで7万円もらえると思うと、超絶お得じゃないですか。9時ぐらいに行って3時ぐらいに終わるとすると6時間ぐらいだとするので、時給1万円じゃないですか。バイトしたとしてもせいぜい時給1500円ぐらいだと思うんですよ。って考えると、どう考えても高校行った方が得じゃねって話だと思うんですけど、